久保さん、ユーチューバーは危ないにしときましょうか。まあ、YouTube って、まあ、あのー、ね、多分、まあ、まあ、昔から比べると、まあ、間違いなくね、発信者も増えてるし、まあ、発信者が増えてればね、それは、まあ、なんだろうなあー、まあ、広告単価は下がりますよね。うん。まあ、発信者増えてるわけですから。ただ、まあ、一つを言うと、発信者は増えてるんだけど、それとイコールして、辞めてる人も、 増えてるので僕からすると、あのー、何ですかね、あのー、大した変わんねいんじゃないかなと思うんですけどね。<laughs> どうですかねふあ。発信者増えてます。それと比例して、比例、これ比例してるので、データ取ってないですけど、多分僕,ら僕の予測ですけど、比例して辞めてる人も多いですね。それはそれ、あの始めてる人が多ければ辞める人も多いっていう。だから結局、辞めてる人が危ないってことですね。 YouTube 危ない。まあ、やめてる人はもう危ないというか、また前の生活に戻るというかね。<laughs> うんう。だからね、前、あの、TikTok で、その、高校生の時に、y o u t b e でチャンネル登録10万人ぐらいになって、で、なんかその、天狗になっちゃって、で、なんかやめたらしいんですけど、だけどもう、金銭感覚が、まあ、 麻痺してて、なんかこう、タクシーで高校行ってたりとかなんかしてたらしいんですよ。で、今、ニートらしいんですけど。でも結局、まあ、TikTok でそれを発信してて、面白いなと思ったんですけど。<laughs> うん。まあ、やめないってことが、まあ、大事じゃないですかね。うん。僕はもう、もうそれはもう、あのー、一つ、基準がありますね。やめないっていう。で、やめない、やめるやめた、やめた方がいいものとやめない方がいいものって、この見極めがだ大事だと思うんですよね。 僕はそのなんで YouTube やめない方がいいかっていうとやっぱそのメディアの中で一番影響力を出せる強い影響力強い情報を出せるのってやっぱ動画メディアなんですよでこれに勝てるものってなくてだってあの映画のコンテンツとかなくなります映画とか絶対なくならないじゃないですかもう何年の歴史ですかみたいなだから映像コンテンツって超強いんですよ新聞はなくなるかもしれないけども新聞も歴史すごいあるじゃないですか でも、新聞は多分なくなる可能性ありますね、今後。でも、映画はなくなる可能性僕ないと思うんですよ。うん。それぐらい僕映像の力って強いと思うし、で、なんで映像の力が強いかっていうと、やっぱね、人って考えるのめんどくさいので、新聞とか考えるのめんどくさいじゃないですか、読むの。だけど、動画をぼーっと見るって、あの、楽なんですよね。だから人間楽な方に行くんで、 で動画は楽なんですよ。楽に情報を取れるので、動画が一番いいと思うんですけどね。だってボタンクリックしたら勝手にその喋ってくれて流れるわけじゃないですか。新聞は自分で自らこう読んで、あのちっちゃい文字で読んでいかないといけないんで、めんどくさいんですよね。うん。だからまあ、動画はね、まあいろんな視点側面で考えても、あの、やっとった方がいいかなと。まあビジネス自分でやるっていうことじゃないんだったらあれですけどね。 別にそのサラリーマンでいいよってことだったらいいんだけども、自分でなんかお金稼ぎたいとか、事業するとか、なんか,か、あの、やるんだったら、まあ絶対 YouTube やっとった方がいいと思うんですけどね。しかも無料だし。しかもここに経費もかかんないんで、これがお金ね、YouTube に登録費用が1000万かかります。毎月のランニングコストが100万、200万、300万かかりますってことだったらわかんない。あの、おすすめはしないですけど、これだけ影響力が出せるメディアを無料でこう維持できる。こんな素晴らしいプラットフォームないですから。 しかももう昔に比べて認知度もあるわけじゃないですか、YouTube っていう。ね、昔はね、YouTube 認知度なかったですけど、何それみたいな時もあったわけですよ。YouTube って何それみたいな。出た時はね、もう一番最初の頃は。でも今はね、YouTube って認知度あるじゃないですか。それもあるし、絶対やった方がいいですよね。いってらっしゃい。